はい、どうも、秘密結社ふゆがま総帥ハッチでございます。今回はですね、今夜も結果論11月14日分の後半ということでやらせていただきます。武蔵野ステークス、京都ジャンプステークス、福島の子です。3歳以上1勝クラス、このね3レースを振り返っていきたいと思います。まあね、馬券もボロボロだったところなんですが、こんな感じですね。まずは武蔵野ステークスはサンライズの馬が快勝、人気薄の2頭がね間に入ってきて馬券が外れたという形になりましたが、まあ、人気薄とはいえ、エアースピネルはね、まあ、芝からダートに転向して、ここ2、3戦どうかなって感じだったのが、またちゃんと構想できた。やっぱ東京適性っていうかね、大箱の適性ありますよね。まあ、これはあの芝の時にもって感じでしたけども、まあ、そう考えるとね、タイムフライヤーが去年2着したのと同じようなパターン、クリンチャーなんかもそうですけどね、芝馬のダート転向の成功例で、ただ初勝利まではもう少し時間がかかるタイプじゃないかなと。いうことでね、もうしばらく狙い続けていってもいいかなと。まあ2戦目3戦目とね、あの馬券的にはあえて消してきたんですが、今回ああやっちゃったなと、そろそろやっぱこの馬の本領発揮してくるぞっていうのはチェックしていきたいと思います。まあ、そしてタイムフライヤーの方はね、ハーツクライ3空とかその辺も見てね、つい東京でって狙っちゃったんですけど、案外東京適正ないのかなって気もしてきましたね。まあ、そんな感じで残念な馬券結果になりましたということで、続いてですね、こちら京都ジャンプステークス、お重長さん。まあ、あの一番人気で3着に敗れたんですが、副賞元返しの馬が、馬券、副賞圏外に飛ぶのは1986年の以降のね、記録に残っている以降では初めて。まあ、そして、まあ、一応3着で、ね、3連携の馬券があるんで、まあ、馬券圏内ではあるんですけどね。まあ、そして、最終障害でどうやら捻挫してたみたいでね、まあ、それで最後伸びなかったのかなってとこもあります。まあ、そしてその捻挫のため中山大障害を回避して、来年の中山グランドジャンプを目指してくれるということになりました。いや、まあね、そろそろ引退って話もあったんですけれども、もう1年見られるんだったらね、まあ障害馬だったら10歳っていうのもね、まあそこまで超高齢ってほどでもないですからね、もうちょっと頑張ってほしいと思います。まあ、そして福島6レースの1勝クラスには出資はテトラクオークが出走ということでね、まあ12番人気14着、5歳11月まで頑張りましたが、このまま引退となりました。このあとどうなるんかね、サラオク送りなのか、まあ繁殖牝馬として出資できる機会とかあるのかなとね。まあこれほどね、長い間、まあ最後まで一応引退っていうかね、まあ定年までほぼほぼ走れたってことは、ワンチャン3区に出資するチャンスもあるんじゃないかななんていうふうに期待をします。まあ、そんなわけでね、こういった話もちょいちょい挟んでやっていこうということでね、やってますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。